1986年2月にデビューしたトヨタの高性能 GT がスープラだ。1981年に登場したセリカの派生車種 WX が独立発展したモデルで、もともとは北米市場を狙ったロングノーズのハッチバッククーペだった。しかし折からのスポーツカーブームを受け、日本でより高性能なスポーツモデルへと進化することになったのである。初期スープラのボディは全長4620mm、全幅1690mm、全高1310mm と5ナンバーサイズである。足回りは 2000GT 以来となる四輪ダブルウィッシュボーン。リアデフ周辺にはサブフレームを用いて、乗り心地と走行性能を高い次元で両立していた。当初のエンジンラインナップは最大出力230馬力を誇る 7M 型3リットルターボが筆頭で、185馬力の2リットルツインターボ、140馬力の2リットル DOHC、 そして105馬力の2リットル SOHC だった。この後さまざまなモデルを追加しラインナップを増やしていくのだが、中でも話題を集めたのが1988年に登場した 3.0GT ターボ A である。これは当時グループ A で戦われていた全日本ツーリングカーレースへの参戦を目指したホモロゲモデルで、 7MGTEU 型3リットルターボを270馬力まで強化、合わせて北米仕様と同じ1745mm のワイドボディと50タイヤ、強化サスペンションなどを備えたモデルだった。1990年のビッグマイナーチェンジではこの3リットルエンジンを廃止。代わってトップグレードとなったのは新エンジン 1JZGTE を積む 2.5GT ツインターボ R である。このモデルは馬力規制いっぱいの280馬力を発揮、スープラを一躍高性能スポーツカーへと仲間入りさせた。こうして初代スープラは7年にわたってトヨタのスポーツモデルの頂点に君臨したのだ。